ハロー YouTube 先生学習業です。今日は数に定積分の問題を解説します。問題は次の定積分の値を求めよう。ただしアルファベータはそれぞれの非積分関数を0とした時の2つの実数解でアルファ小なりベータとする。インテグラルアルファベータ括弧 x 次乗 -2x-1 括弧閉じる dx。 非積分関数は積分される関数のことで、この問題では x 次乗 -2x-1 のこと、これが0ということです。自分で問題を解きたい方はここで一時停止してください。ストップ。では問題の解説をお願いします。まず中学校の時にあった解の公式を思い出してください。 ax 次乗プラス bx プラス c イコール0という方程式を解くと、x イコール 2a 分の -b プラスマイナスルート b 次乗マイナス 4ac、 これが解の公式ですよね。この時の x の値には2つあるので、プラスをアルファ、マイナスをベータとします。アルファプラスベータイコール足し算なので 2a 分母は 2a、 分子はマイナス b が2つあるのでマイナス 2b、プラスルート b 乗マイナス 4ac、 マイナスルート b 乗マイナス 4ac、 同じ数を足して引いたら0になるのでここは0です。この分母と分子の2は打ち消し合って1になるので、残るのはマイナス a 分の b です。アルファベータつまり掛け算ですが、まず分母は 2a×2a で 4a 次乗、分子はマイナス b×-b で b 次乗。この間ですが、プラスルート b 次乗マイナス 4ac とマイナスルート b 次乗マイナス 4ac、 同じ数を足して引いても0になります。0に何をかけても0なので、ここでは省略しています。プラスかけるマイナスで、ここはマイナス、ルート b 次乗マイナス 4ac の次乗はルートを外せばいいので b 次乗マイナス 4ac。 次に分子に注目してください。分子の b 次乗とマイナス b 次乗は打ち消し合って0になります。マイナスとマイナスでプラス、分母と分子の4が打ち消されて両方1になります。また a 次乗分の a も a が1つずつ消されて、残るのは a 分の g となります。つまりアルファプラスベータイコールマイナス a 分の b、 アルファベータイコール a 分の c、これが解と係数の関係です。アルファプラスベータは a が1、 b がマイナス2、 c がマイナス1なので、1分のマイナス2イコール2、アルファベータイコール1分のマイナス1イコールマイナス1、カッコ b ベータマイナスアルファカッコ閉じるの次乗とすると、このアルファプラスベータとアルファベータを利用することができます。アルファプラスベータイコール2、アルファベータイコールマイナス1、計算すると8となります。カッコベータマイナスアルファカッコ閉じるの次乗が8なので、ベータマイナスアルファはプラスマイナスルート8ですが、アルファ小なりベータという条件があるのでルート8しかダメです。ルート8は2ルート2よって、インテグラルアルファベータカッコ x 次乗マイナス 2x マイナス1カッコ閉じる dxイコールマイナス6分の1カッコベータマイナスアルファカッコ閉じるの3乗。ベータマイナスアルファは
2ルート2なので、マイナス6分の1括弧2ルート2括弧閉じの3乗イコールマイナス3分の8ルート2、これが答えです。次の動画ではなぜマイナス6分の1括弧ベータマイナスアルファ括弧閉じの3乗となるのかを説明します。これを覚えておけば確実に計算のスピードが上がります。以上です。ではいってらっしゃい。